カーアクションコメディが中心のフランス映画タキシーの第3作である。リュック・ベッソンが制作、脚本をジェラール・クラブ・ジックが監督を担当し2003年に公開された。過去2作のヒットから制作費が増えたためか、シルベスター・スタローンが序盤で逃亡者役として出演していたり、ダンサー・エボリューション7が登場したりするなど演出が豪華になっている。 オープニングのタイトルバックの部分が007を意識した作りになっている。自転車で必死にサンタクロース後等団から逃走するシルベスタスタローンのところから物語は始まる。港まで追い詰められたスタローンだったが、そこに偶然言い合わせたダニエルのタクシーに乗り空港へと案内され、ヘリに乗ってことなきを得た。一方その頃、街中では、 サンタ強盗団と呼ばれる強盗が暴れ回り、警察はそれを8ヶ月間逮捕できないままでいた。それもそのはず、ジ・ベール所長は相変わらずの間抜けぶり。忙しく強盗団を追い、妻、ペドラの変化に気づかない、エミリアン刑事と恋人との関係が、危機的状況なスピード鏡のタクシードライバーのダニエルは、強盗団を捕まえることができるのか。それと同時に、妊娠検査薬によって、 ダニエルの妻リリーも妊娠していることに気づく。二人してほぼ同時に妊娠したことに喜ぶ二人。書内にはスイス系中国人のキュウが美人記者として潜入取材していた。キュウにほだされる所長やエミリアン。ある日、訓練として行っていた実習に本物の強盗団が現れまたしても現金を盗まれてしまう。追い詰めたエミリアンだったが、 またしてもそこでドジを踏み逆に捕まってしまう。なんと、そこにいたのは、キウ。キウは、記者ではなく、中国系強盗団の親玉だったのだ。縄に縛られたままほだされてしまうエミリアン。その後強盗団は立ち去り5分タイマーの鉄球を、セットする。鉄球に潰されそうになるエミリアンを、ま一発のところで助けるダニエル。二人は、その後、逃げ場所を、 スイスの方角に定め、キウたちご登壇を追いかける、ことに。雪山を颯爽と滑り逃げるキウに対し、ダニエルたちはいつものタクシーで追いかける。所長たちヘリの助けもあり、ギリギリのところで、キウの捕獲に成功したエミリアン。その後、ペトラは無事子供を産み、ダニエルたちも出産間近のところで、集中治療室で相引き。一方、所長はパラシュートで降下した先が、 氷の穴に落ちてしまい、凍ったままの所長がエミリアーン。と言いながら病院に運ばれるところで物語は終わる。ありがとうございます。